皆さんこんにちは、ギター講師の森田光洋です。今回は全スキルが同時に鍛えられる一人ギターについて解説していきたいと思います。ギター一本では曲の感じが出なくてつまらない、一人で完結するようなギターが弾いてみたい、基礎練が地味ですぐ飽きてしまうというような人におすすめな内容になっています。今回は7つのレベルに分けて解説していきたいと思います。初心者の人でも取り掛かれますし、クリアしたら次のレベルに挑戦していけるような内容にもなっています。ギターが近くにある人はぜひ手元にギターを持ち、動画を見ながら一緒に弾いてみましょう。このチャンネルではカントリーやブルースをはじめとするルーツミュージックを通して、よりギターを楽しむために練習方法やフレーズなどを発信していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をよろしくお願いします。このような順番で解説していきます。上から読み上げていくと、単音フレーズ、コードを付け足す、フレーズを1つ増やす、フレーズを進化させる1、フレーズを進化させる2、ターンアラウンド必殺技。それでは行ってみましょう。今回のボッチ奏法はバッキングやソロ構築方法、アドリブ力、リズム感が同時に鍛えられる神練習にもなっています。まさに楽しみながら、上達できる練習方法だと思います。早速弾き方の方を解説していきたいと思います。まずレベル1、ターンオンフレーズです。まずこのようなフレーズを3拍目の裏から入ります。1、2、3、このような入り方ですね。まあ、仮にこのフレーズを A フレーズとしていきたいと思います。で、この A フレーズを6回繰り返します。この時に5回目だけ少し違う、フレーズを弾きたいと思います。こういうフレーズですね。で、これをちょっと A ダッシュとさせてください。1回目が A のフレーズ、2回目も A フレーズ、3回目も A フレーズ、4回目も A フレーズ、5回目 A ダッシュ、6回目 A フレーズ、このような順番で1回弾いてみましょう。1、2、3、次2回目、1、2、3、次3回目、1、2、3、次4回目、1、2、3、次5回目、次ですね。2、3。で、また A に戻る。1、2、3。はい、これがレベル1になります。レベル1だけじゃちょっと何のこっちゃっていう感じかもしれないんですけども、次のレベル2からいよいよ一人ギターっぽくなっていきますので、ぜひ一緒にやっていきましょう。レベル2ですが、コードを付け足していきます。今言ったフレーズの間を縫うようにコードを入れていく感じですね。コード進行はこのようになっていて、ブルースのコード進行ですね。まずフレーズを1回弾いた後に A7 を1回弾きます。で、2回目のフレーズ弾いた後も A7。 で、3回目のフレーズ弾いた後は D7 に行きます。で、4回目のフレーズ弾いた後は A7 戻る。で、5回目は A' のフレーズですね。で、ここだけ少しコードの弾き方が違います。このような弾き方ですね。で、最後6回目のフレーズ、最後も SM だからこの弾き方になります。で、余裕がある人はこのようにハンマリングを入れるとすごいかっこいいと思います。このような感じですね。それではメトロノームに合わせて弾いていきたいと思うんですけども、3拍目の裏から入ることを忘れずに弾いてみましょう。いきます。1、2、3、D7 いきます。 A7 に戻る。次は変わってましたね。最後 A7。 次にレベル3行きたいと思います。ここから少しずつややこしくなっていきますので、レベル2までを、弾けるようになってからレベル3挑戦してみてください。レベル3はフレーズを1つ増やしていきます。今までは A フレーズだけをやっていったんですけど、ここからは B フレーズを加えていきたいと思います。このように弾きます。はい、これを B フレーズだとします。で、先ほどまでは A フレーズを6回繰り返してましたよね。これを A フレーズ、B フレーズ、A フレーズ、B フレーズと交互に弾いていくような感じで、入れていきます。 B フレーズの弾くタイミングですが、これは3拍目の頭に弾きます。1、2、3、4。
タイミングですね。それではメトロノームに合わせてやってみましょう。ちょっと早いと思います。ワン、ツー、スリがレベル3です。次にレベル4いきます。レベル4はフレーズを進化させていきたいと思います。今 A フレーズ B フレーズを交互に弾いていたんですけども、このうちの A フレーズですね、1箇所だけ A フレーズを進化させていきたいと思います。通常の A フレーズがこうなってたと思うので、これをオクターブ上げます。でさらにちょっとだけ変化させるとこういう感じで弾いてみましょうか。この進化した A フレーズのことを、大文字の A フレーズとしましょうか。少しややこしいですね。2回目の A フレーズを進化させていきたいと思います。3拍目の裏からですね。ワン、ツー、スリー。はい、これがレベル4です。次にレベル5ですね。フレーズを進化させる、パート2ですね。今度は B のフレーズを進化させて、弾いていきたいと思います。 B のフレーズがこうでしたよね。これを進化させてこういうような、弾き方にしたいと思います。このフレーズは B フレーズの進化形なので大文字の B としていきましょう。で、この大文字の B フレーズ、これは、2回目の B フレーズですね。ここに入れ込んでいきましょう。それでは、メトロノームに合わせて一緒に弾いてみましょう。3拍目の裏からです。ワン、ツー、スリレベル5になります。次にレベル6、ターンアラウンドを入れていきます。今回使うターンアラウンドですね、こういうようなターンアラウンドにしていきたいと思います。最後の B フレーズ、これを弾いた後にターンアラウンドですね。それではこれをメトロノームに合わせながらやってみましょう。3拍目の裏から、ワン、ツー、スリー。だいぶややこしくなってきてますよね。各レベルじっくりやっていってみてください。それでは次に、最後、いよいよレベル7ですね。必殺技を入れていきたいと思います。この必殺技は僕も大好きなので、ぜひ皆さんもやってみてください。一回弾いてみると、こういうようなフレーズになっています。これを、まあ必殺技なので、X フレーズとしてみましょうか。なんかかっこいいので X フレーズとしてみます。で、この X フレーズはどこに入れたらいいのかというと、この図解でいう A、B、大文字の A、大文字の B、A'、この後の B フレーズのところに、X フレーズを入れていきたいと思います。3拍目の裏からです。ワン、ツー、スリー。はい、いかがだったでしょうか。レベル7まで来るとさすがにかっこいいですよね。まあ
どういってもどのレベルでもかっこよく楽しく弾けるかと思います。自分にレベルに合ったものからぜひ弾いていってみてください。今回の手順を参考に自分でもぜひ作ってみてください。自分でフレーズなんて出てこないよっていう方もいらっしゃるかなと思いますけど、そんな方の練習方法としてはやはりフレーズをたくさんコピーするっていうのが近道かなと思います。今回の奏法をまずマスターしていくっていうのも OK だし、好きなアーティストの曲をコピーするっていうのもいいですし、SNS などに上がってるソロフレーズの一部をコピーするっていうのもとてもいい練習になるかと思います。ちなみにその SNS のソロフレーズをコピーするっていうのは僕もめっちゃやります。またさらに僕自身もいろんなジャンルのギターソロを18パターン分ギターソロ集という形で販売していて、すべてタブを PDF でダウンロードできて、それぞれ動画も見れるようになっています。そのギターソロ集では僕のフレーズを余すことなく爪に詰め込みまくったソロ集になっています。なので、いろんなフレーズを詰め込んでいて、気に入った部分だけ、ここだけかっけーみたいな、そこだけコピーするとかにも使えるかなと思います。興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。この動画が役に立った、良かったよって人は、高評価をよろしくお願いします。このチャンネルではカントリーやブルースをはじめとするルーツミュージックを通してギターの楽しさを伝えていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後にちょっと失礼します。この度ですね、僕が今まで SNS で発信してきたソロの動画、ギターソロの動画を18パターン分タブ譜に起こして、それらをまとめて販売することになりました。その中にはカントリーのソロだったりブルース、ジャズ、ジプシージャズ、ソウルのようなさまざまなジャンルがいっぱいありますので、ぜひ興味ある方、購入をご検討ください。詳細は概要欄にありますので、ぜひそちらをご覧ください。それでは失礼しました。